アオーレ長岡近くの三松カフェ大手店。開店前、店内には大量のシュークリームが運び込まれていました。10時になり、たった今開店しました。店の前にはシュークリームを買い求めようと、50メートルほどでしょうか、長蛇の列ができています。お目当ては今日から39円セールが始まったシュークリーム。10個入りを50箱を購入する人も。この店舗だけでも1日4万3000個がほぼ毎日売り切れます。せっかく並ぶ分だから買える、持てるだけ買っちゃいと思って毎回10個です。そうなんです。結構並びました今日。1時間でした。結構安くて美味しいです。今日ではさすがに食べきれないですね。大事に取ってきます。創業以来63年続く三九祭り。今年はシュークリームのほとんどの原材料の仕入れ値が上がりました。しかしこの期間中は県内の仕入れ先が例年と同じ価格で協力してくれたといいます。品質は変わりなく、価格も変わりなくということで、本当にこうご協力いただいて、関係会社との、まあ、そういうことで続けさせていただいているなというふうに思ってます。カスタードクリームなどに使われる牛乳も県内産です。うちとしても毎年2月は三松産の、ね、この時期なんで、会社としてもよし、2月は三松だっていう、そういう意気込みでやってますけども、はい。感謝のサンキューにかけた39円セールは今月いっぱいです。